ささめ行き、下の巻き、死。眠れないのは場所が変わったせいでもあるが、それより疲れすぎているのであろう。今朝はいつもより早く起きて、暑い中を汽車と自動車に半日揺られて、夜になってからまた真っ暗な田んぼ道を子供たちと一緒に元気に駆けずり回ったりして、一里以上も歩いたか知らん。でも、小樽狩りというものは、後になってからの思い出の方が懐かしいような。幸子は小樽狩りといえば、文楽座で見た朝顔日記の宇治の場面。人形の三雪と駒沢とが屋形船の中で囁きを交わす光景を知っているだけで、太子が言ったように友禅の振袖などを着て、野面の夕風に裾やたもとを翻しながら、うちわであちらこちらと蛍を追うところに風情があるのだと、なんとなく思い込んでいたのであったが、実際はそんなものではなく、暗いあぜ道や草むらの中などを行くのですから、お召し物が汚れます。どうかこれにお召し替えになってと言って出されたのは、今夜のために特に用意したものなのか、それともいつも貸し浴衣代わりに備えてあるのか、幸子、由紀子、妙子、悦子にまで、それぞれちゃんと柄行きを見立てたモスリンの一絵であった。ほんまの蛍狩りは絵のようなわけにはいかんねんなと、妙子は笑ったが、何しろ闇をほど良いというのであるから、着るものに雅を競う面白さはなかった。それでも家を出た自分には、人顔がぼんやり見分けられる程度であったが、蛍が出るという小川のほとりへ行き着いた頃から、急激に夜が落ちてきて、小川といっても畑の中にある溝の少し小さいくらいな平凡な川が一筋流れ、両岸には一面にすすきのような草が長く生い茂っているのが、水が見えないくらい川面に覆いかぶさっていて、最初は一丁ほど先に土橋のあるのだけが分かっていたが、ホタルというものは人声や光るものを嫌うということで、遠くから懐中電灯を照らさぬようにし、話し声も立てぬようにして近づいたのであったが、すぐ川のほとりへ来ても、それらしいものが見えないので、今日は出ないのでしょうかと、ひそひそ声でささやくと、いいえ、たくさん出ています。こちらへいらっしゃいと言われて、ずっと川の縁の草むらの中へ入り込んでみると、ちょうどあたりがわずかに残る明るさから刻々と墨一色の暗さに移る微妙な時に、両岸の草むらから蛍がすいすいとすすきと同じような低い弧を描きつつ真ん中の川に向かって飛ぶのが見えた。見渡す限り一筋の川の縁に沿って、どこまでもどこまでも果てしもなく両岸から飛び交わすのが見えた。風に裾やたもとを翻しながら、うちわであちらこちらと蛍を追うところに風情があるのだと、なんとなく思い込んでいたのであったが、実際はそんなものではなく、暗いあぜ道や草むらの中などを行くのですから、お召し物が汚れます。どうかこれにお召し替えになってと言って出されたのは、今夜のために特に用意したものなのか、それともいつも貸し浴衣代わりに備えてあるのか、
幸子、由紀子、妙子、悦子にまで、それぞれちゃんと柄行きを見立てたモスリンの一絵であった。ほんまの蛍狩りは絵のようなわけにはゆかんねんなと、妙子は笑ったが、何しろ闇をほど良いというのであるから、着るものに雅を競う面白さはなかった。それでも家を出た自分には、人顔がぼんやり見分けられる程度であったが、蛍が出るという小川のほとりへ行き着いた頃から、急激に夜が落ちてきて、小川といっても畑の中にある溝の少し小さいくらいな平凡な川が一筋流れ、両岸には一面にすすきのような草が長く生い茂っているのが、水が見えないくらい川面に覆いかぶさっていて、最初は一丁ほど先に土橋のあるのだけが分かっていたが、ホタルというものは人声や光るものを嫌うということで、遠くから懐中電灯を照らさぬようにし、話し声も立てぬようにして近づいたのであったが、すぐ川のほとりへ来ても、それらしいものが見えないので、今日は出ないのでしょうかと、ひそひそ声でささやくと、いいえ、たくさん出ています。こちらへいらっしゃいと言われて、ずっと川の縁の草むらの中へ入り込んでみると、ちょうどあたりがわずかに残る明るさから刻々と墨一色の暗さに移る微妙な時に、両岸の草むらから蛍がすいすいとすすきと同じような低い弧を描きつつ真ん中の川に向かって飛ぶのが見えた。見渡す限り一筋の川の縁に沿って、どこまでもどこまでも果てしもなく両岸から飛び交わすのが見えた。